What's your 一歩、あなたの原点教えてください。この番組は一歩ラボ合同会社の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、一歩ラボの田中です。今日から3連休が始まりますね。今日は7月の16日なんですけれども、僕はもともと予定していた通り初めての沖縄に行くところです。ちょうど今自宅からですね、鳥取駅に向けて歩いている最中にちょっと撮ってるので、マンションを建ててる音がカンカン今してると思うんですけど、歩きながら収録しています。で、今回初めての沖縄ということなんですが、海とか美味しい食べ物とか期待してるので楽しみたいなと思います。久しぶりの休み、と仕事もあるかもしれないんですけど、休みを楽しみたいと思います。さあ、今日は何について話をしたいかなというとですね、シェアハウスの話です。僕は東京にいる時には一人暮らしをしたことがなくて、どういう意味かというと、大学院で東京に出たんですけど、その時には姉と二人で住んでいました。で、2年間の大学院生活が終わって社会人になった時にシェアハウス、僕が住んだところはソーシャルアパートメントという呼び方で、呼ばれてたんですけど、まあ、そこに住んで、大体1年2年だったかな、住んで、でさらにそこからまた引っ越したんですけれども、その引っ越した先も、シェアハウス、ソーシャルアパートメントでした。ソーシャルアパートメントって聞いたことがない方もいるかもしれないんですけど、ちょっとググってみてもらえると、グローバルエージェンツさんという会社がされているシェアハウスの、まあ、呼び方でして、自分のプライベートルームもあれば、リビングとかキッチンは結構大規模なかつ最新の設備が備わっていたりするんですけど、まあ、個室もありつつシェアなスペースもあるというような形で、すごい居心地が良かったんですね。なんで今日このシェアハウスについて話をしようかなと思ったかというとですね、僕が最後に住んでいた、東京にいる時に最後に住んでいたシェアハウス、まあ、結構規模が大きかったんですけど、まあ、オープニングメンバーとして入ったというのもありまして、結構面白い人が集まってたんですね。いろんな職業の人がいました。社会人の方もちろんいれば、弁護士とか作家さんとかアーティストさんとか、いろんな方がいたんですけど、まあ、そういった方々と交流をすることがすごい楽しくて、4年間そこにいたんですが、すごい満足してました。で、今海外の方が英語で会話してますね。やっぱ連休なのでみんなどっかに行きたくなるんですかね。今鳥取駅に向かって歩いてますが、大きな荷物を持った人がまあまあ歩いてますね。そうで、シェアハウスなんですけど、そういろんな面白い人がたくさんいて、住み始めたのが26歳だったんで、今から約10年前なんですけど、その時に出会った友達もまあまあ皆さん年を重ねていってですね、まあ、会社ではそこそこのポジションにいたり、あと独立した人も結構いたりするんですけど、本を出版する人も何人かいてですね。で、この間鳥取の本屋さんに行ってブラブラ見てた時に、出版した友達の本が、3冊かな、3冊も並んでたんです。で、まあ、出版したこと自体は知ってたんですけど、まあ、改めて鳥取っていう、まあ、みんながいるところと離れた場所でその出版した本を見ると、うわ、みんな頑張ってるなって思いましたし、ちょっと自分も頑張んなきゃなっていうモチベーションにもなりましたし、なんかパッと表紙が目に入っただけなんですけど、なんかいろんなことを思いました。で、今僕はもうシェアハウスのみんなとは離れて鳥取で生活してるんですけど、まあ、もちろんまあ仲はいいので繋がってはいます。何が言いたいかっていうと、シェアハウスとか、まあ、そういった人との出会いってすごい大事だなぁと思ってですね、実際に同じ空間で過ごすっていうその時間、その一瞬一瞬も大事なんですけど、まあ、そこで出会った人と、まあ、ずっと繋がっていられるっていうのもすごい価値があることだなと思ってて、で、大人になると、まあ、仕事の人とか、あと昔からの幼馴染の人とかぐらいしか、まあ、主な交友関係ってない、まあないというか少ないと思うんですけど、このシェアハウス、シェアメイトっていうのも、とてもいいです。いいなと思います。なので、まあ、これから、まあシェアハウス主に都市部が多いですかね。都市部で生活する方がいて、ちょっとシェアハウスとか、まあ今コロナで気が引ける場合もあるかもしれないんですけど、もし少しでも関心があれば、シェアハウスはおすすめします。僕が住んでいた、ソーシャルアパートメントもおすすめです。ぜひ、検索してみて、調べてみてください。都内にはたくさん物件があります。ちょっとそろそろ駅が近づいてきました。ちょっと今から沖縄楽しんでいきたいと思います。それでは。
今日も聞いていただきありがとうございました。また次回の配信をお楽しみに。